3号艇宮地元樹選手です。おはようございます。ありがとうございます。おはようございます、はい、どうですか船足は。って感じですね。あ、はい、なんか私の受けた印象ですけども、はい、記念でちょっとそういうコメントが多いような気がしますが、あ、そうかもしれないですね、うん、なんか、うん、確かにこれはいいっていうの最近引けてないですね、はい、でもそこから船足を立て直すとか自分で作り直すっていうことは当然あると思います。あの、なんか兆しというかこのモーターの特徴みたいなものを、うん、まあ、走ってないから分からない。特にあんま特徴つけないですけど、うん、そんなに特徴もなく、まあ、全部回るぐらいかなって感じですね。ああ、じゃあ別にすごく悪いわけじゃないっていうことですね。すごく悪くはないです、はい、うん、はい、さあ、スタートは昨日練習ではいかがだったですか。うん、もうなんか届かなすぎてちょっとあの景色あんま見てないですね。あ、そうですか、はい、あの宮地元樹っていうのはもう今やブランドになっていて、あの、まあ、お子さんたちも憧れる存在になってますので。そうなんですか。なってます。大丈夫ですかね。大丈夫ですよね。大丈夫な人ちょっと拍手してください。いやいや、まあ、全部が全部、ね、そんな見本になるような人間じゃないですよ。お子さんも手叩いてました、ね、はい、はい、女の子もね応援してます。ファンの皆様に一言お願いします。もういっぱい来ていただいてね、あのすごく元気もらえます。あのどうか最後まで見て帰ってください。